皆さんこんにちは、えー、レクセンリー講師の運野ですそれでは、えー、今回は、えー、1時間でわかる民放シリーズ私が担当するのは賃貸借についてとなりますそれでは、えー、我々の生活に非常に身近な賃貸借契約について、えー、皆さんにご紹介をしていきたいと思います 司法書士の受験生の方もまたはそれ以外の資格の勉強をしていらっしゃる方または法学部で法律を勉強してらっしゃる方いろいろな方に聞いていただけるようにゼロから賃貸借についいいいててお話をしていきたいと思いますレジュメを用意してございますのでできればレジュメをお手元にご準備してどうぞお話をお聞きください。それでではまず1ページ目賃貸借の成立についてです 成立要件賃貸借契約は当事者の合意のみで成立する濁性契約であるというふうに書かれていますこれはですね、えー、契約締結申し込みの意思表示と承諾の意思表示がぴったり一致することによってそれだけで契約が成立するそういう契約のことを濁性契約と呼んでいくんです承諾の濁で成立するという意味ですで、今回は、えー、建物の賃貸借契約を例にとる。 とりますと建物の所有者であるいわゆる大家さんにあたる人、えー、これを賃貸人と呼んでいきます。そしてその建物を借りる人これをまあ棚子なんて呼んだりしますけれども、えー、正確には賃借人と呼んでいきます。でこの賃貸人人にあたる人から 申申ししし込込んんでででももいいいいすし賃借人人に当たる人から申し込んでもいい例えば賃貸人から申し込む場合にはこの建物を一月いくらで借りませんかというふうに申し込みをしていくそれに対して賃借人に当たる人が「いいですね」「じゃあその条件で私借ります」と承諾をするとこれで申し込みと承諾がぴったり一致して賃貸借契約が成立するということなんです。また 賃借人人にあたる人から申し込んんでも構いませんこの建物を1月いくらで貸してくださいという申し込みに対して大家さん賃貸人が「いいですよあなたにこの建物ひ月いくらで貸しましょう」というふうに承諾をするとやはりこれによって賃貸借契約が成立するということです。 こんなふうに賃貸借契約はどの建物なら建物をいくらで賃料いくらで借りるのか貸すのかこの点について貸す側と借りる側の申し込みと承諾がぴったり一致することによって契約が成立していくとですので例えば敷金・礼金にあたるようなものを実際に払ったりまたは建物の鍵を引き渡したりということこれを行わなければ賃貸借契約は成立しないというわけではないのでご注意ください。 さあそれでは賃貸借契約この賃料というものが非常に重要になってきます賃貸借の賃というのは賃料の賃なんですねですから賃料を支払わない賃料を取らない賃貸借契約はありえないということになります実はただで物を貸し借りする契約これを使用貸借契約と言いまして使用貸借契約と賃貸借の違いは賃料の有無ということなんです ですから賃料がなければ賃貸借とは言えないということもぜひ覚えておいてくださいでは2番、えー、存続期間ですね存続期間について見ていきましょう賃貸借の存続期間は50年を超えることはできません50年より長い期間を定めたときは50年に短縮されていくわけです、えー、期間を更新することもできます更新の時からあーでも50年を超えることはできないということなんです さあそれではこの存続期間なんですがもう一つ短期賃貸借という制度についてもご紹介をしていきたいと思いますこの短期賃貸借というのはですね、えー、実は処分の権限を有しない者が賃貸借契約を締結する場合にはこの短期賃貸借の期間を超えられないという制度なんですさあ処分の権限を有しない者というのは一体誰でしょうかこの処分の権限を有しない者例えばですね、えー 他人の財産の管理を任された人がその財産の管理について、えー、どんなことをするのかということが定められていない場合があるんです他人の財産の管理を任されたのにその財産について何をするのかが決められていない例えばどういう場合かと言いますと、えー、ある方が亡くなってで財産が残されたでところがその方の相続人がいることが明らかでないという場合なんです この場合亡くなった方が残した相続財産これがですね雨風にさらされて朽ち果てていくのを黙って見ているというわけにはいきませんので利害関係を有する人が家庭裁判所に申し立てることによってその亡くなった方の残した財産を管理する人が選ばれていきます。こここののの人人人、ととを相相続続財財産産管管理理呼ぶんですね。 家庭裁判所によって選ばれた相続財産管理人がまさに財産の管理をするけれども、えー、その財産ののの管理にについいいいてて具具体体的に何をやるのか決まっていなないという人の具体例なんですで。その方がじゃあ亡くなった方の財産を管理するにあたってその亡くなった方の財産を他人に貸していこう他人に貸す賃貸借契約を締結しようと思った時に。 この短期賃貸借の期間を超えることができないということになってるんですさあ短期賃貸借の期間見ていきましょうまずうこれは三林10年土地5年建物3年動産6ヶ月という期間が定められていますこれは我々三、えー、林10年土地5年建物3年動産6ヶ月なんて言って語呂、えー、で覚えていくことになる統合36などと覚えることもあります この期間内の賃貸借契約であれば今言いました処分の権限を許さない相続財産管理人のような方も人人で残された財産にについてすす契約を締結することがでできるんです。ところがこの期間を超える賃貸借これを締結するには家庭裁判所の許可が必要になってきてしまいます。よって、 他人の財産を管理するだけれどもその財産管理権について詳細が決められていない、えー、相続財産管理人などはこの期間内で亡くなった方の残した財産を他人に貸す契約を締結できるということなんです。このの短期期賃貸借の期間ぜひ覚えてておいいくださいそれでは続いて3番の賃貸借の効力を見ていきましょう賃貸人の義務そして賃借人の権利と義務についてです。 まず、丸1。賃貸人の義務です。えー、中心的な義務は、えー、賃借人に使用、収益させる義務です。まさに、えー、賃借人が、あその建物な建物を使用して、利益を上げていくこと。これを受任する賃借人の、これを受任する賃貸人の義務ということですね。賃借人が使用し、そしてその建物から利益を受けていくことを、賃貸人、大家さんが受任する義務です。そして続いて、丸2。 賃貸人公屋さん修繕義務がございますこちらについては中の一公屋、えー、さんがあ修繕をするのについて賃借人はこの修繕を拒むことはできないとされていますそしてもし公屋、えー、さんが修繕義務を履行しないつまり修繕してくれない場合賃借人は修繕されるまで賃料の一部または全部の支払いを拒むことが認められているということなんです で実はあの例えば雨漏りがしてしまった建物について雨漏りがしたとしましょうこういったような場合に修繕が必要となる何かあ欠陥が生じたような場合には賃借人はあ大家さんにその旨をですね通知していく必要があります雨漏りがするんですけどとか玄関扉が閉まらないんですけどとかね、えー、隙間風が吹いてるんですけどなんていうようなこと修繕が必要な時には大家さんに通知をしていくということになります でその上で大家さんが修繕を開始するその時に賃借人はその修繕を拒むことはできずでもし賃貸人が修繕をしてくれないのであればその修繕されるまで賃料の全部または一部の支払いを拒むことができますよということなんです。 でではですね大家さんが修繕をしてくれない、えー、賃料の支払いを拒むことができるんですがでも現に雨漏りしているという状況でそんな何日も過ごすのは不安ですよね。ですので、えー、賃借人がが自らら進んで、えー、修理をしてていいくことが認められていますそれ賃借人の権利の丸に修繕権と呼ばれる権利なんです。 つまり大家さんに修繕させることがもちろん望ましいんでしょうけれども大家が修繕してくれないそれによって賃料を支払いを拒めますけれどもでも現に次雨が降ったら雨漏りでね大変ですから賃借人は自ら進んで修繕する権利も持つとそれが賃借人の権利の ②「丸に修繕権ということになっていきますではその結果賃借人が修理代金を自腹切らされていった場合その修理代金というのは一体最終的に誰が払うんでしょうか それが2ページのところ賃貸人の費用償還義務というところを見てみてほしいんです。賃貸人の費用召喚義務という2ページのところですね。さあ,あこちらなんですけれども実は賃借人が自腹を切って必要費または有益費を投じた場合この必要費または有益費の支出を賃借人がした場合ですね。 それらはあ特約がない限り基本的に大屋さん賃貸人大屋さんに、えー、負担させることができるとされていますではこの必要費というのが実は修理代金のことなんです物を保存管理するために必要な費用つまりこれは修理代金のことだとお考えください、えー、この修理代金をお賃借人が持ち出したという場合ですでこの場合特約がなければ大、えー、屋さんに支出と同時につまり 払ったらすぐに私が自腹切って修理したんだから大家さんこれ払ってください返してくださいというふうに大家さんに召喚請求ができるとされていますそれに対して有益費有益費というのは物の利用改良のために必要な費用具体的には例えばリフォーム代金だとか壁紙の張り替えだとかまさに物の価値を高めるために投じた費用だと思ってください それを賃借人が自ら持ち出して有益費を投じたその場合やはり特約がない限り賃貸人大家さんにそれ出したお金を返してもらいますですけれども返してくれと召喚請求をする時期が必要日と違うんですここ見てみてください原則契約終了後である つまり支出したら直ちに返してくれと言えるのではなく、賃貸借期間が終了した後に原則としてそのお金を返してくれと請求できるんだということになるわけなんです。さあこの必要費または有益費の償還義務というのが賃貸人の義務丸 ③ ということになっていきます。1ページに戻りましょう。続いて賃借人側の権利です。使用収益権、これは賃貸人、 の使用収益させる義務に対応しているということですそして丸に先ほど言いました自ら修繕をする権利これがあ賃借人側の代表的権利です続いて賃借人側の義務に移っていきましょうこれ賃料支払い義務これが中心的義務なんですね決められた賃料を決められた期日に支払っていく義務ですそして丸に用法遵守義務これは物を決められた用法に従って順、えー 決められた使い方に従ってそのルールを守って使っていくというね。例えば建物であればそのむやみやたらにねあちこち壊してしまうなんてことはもちろんこれは用法遵守義務ねこれに違反するということになってしまいます常識的な使い方をやはりしていかなければいけない例えば勝手に間取りを変えちゃうとかね例えばあの 洗面台のガラスをぶち割ってしまうとかそういったようなことは普通この用法遵守義務からして認められないのは皆さんもお分かりだと思いますただあの通常の使用に伴う摩耗というものは、えー、これは許されていますから例えば冷蔵庫を置いていたことによって、えー、あの床の絨毯がへこんだとかまたは日に焼けて壁紙が黄ばんだったとか、えー、またはあの 家電製品を置いたことによって多少壁紙のところにね、えー、いわゆる日当たり以上のお日焼けがまあ、できてしまっただとかそういったの通常使用に伴う摩耗というのは用法遵守義務違反にはなりませんさあそして3借用物保管義務。これはあの借りたものをしっかりとですね、えー つかしっかりと使っていくというか借りたものをですね通常の使用の仕方に沿って使っていく用法遵守義務に近いんですがいわゆるあまり手荒な使い方をしてはもちろんいけませんよということになるわけですでは続いて丸 ④ 借用物返還義務これは賃貸借期間が終了しましたら借りたものをちゃんと返しなさいという義務だとお考えくださいではこういった賃貸借の効力、えー 賃賃貸人側の義務賃借人側側のの義義務務借権利と義務、ね、簡単にご紹介しました続いて2番に行きまして敷金と思います資金とはいかなる名目によるかを問わず賃料債務その他賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭をいうといわゆるこれはあの敷金 賃料の二ヶ月分などと、まあ、関東では二ヶ月分が相場になることが多いんですけれども、えー、されていた場合いわゆる賃料が一月十万円であれば入居にあたって二十万円の資金を大家さんに差し入れなければいけないということになりますでこの資金というのは、えー、賃料債務その他賃貸借に基づいて生じる賃借人の賃貸人に対する金銭給付を目的とする債務を担保する目的があると 例えばですねその2年間の間賃貸借期間2年間の間、えー、賃借人が家賃をひ、ね、月分延滞をしている一月分延滞してしまっているまたは通常の使用の仕方を超えて先ほど見た目的物保管義務や、えー、用法遵守義務に違反して、えー、物を使用している例えば網戸の網、ね、戸を全部ぶち抜いてしまっただとか、えー 洗面台の窓ガラスを割ってしまっただとかお風呂についてちゃんと掃除をしなかったのでカビだらけにして通常の掃除では落ちないようなカビを生やしてしまっただとかそういったことによってそれを現状に回復するつまり元の状態に戻すために必要以上にクリーニング代などがかかってしまったまたは窓ガラスを割ってしまったことによって新しく窓ガラスを入れるのに余計に費用がかかってしまったでこういったような場合にはその1月分の延滞賃料また、えー その建物を元の状態現状に戻すために余計にかかった費用こういったものをその資金からいいていくことになるんです一月分の賃料10万円帯並びに窓ガラスを割ったね網戸をぶち抜いたねまたお風呂についてちゃんと掃除してなかったからとんでもなく壁生やしたそういったようなことをこ元の状態に戻すのにかかった費用がえ5万円だったとしましょう。そうするとと賃料10万と それらの現状に回復するために余計にかかった費用5万これを足した15万を差し入れられた20万の資金から15万を引いていくんですねそうしますと残りは5万この5万について賃借人に返すという形になっていきますつまりこれはあの15万をですね、えー、退去した後に賃借人に対して請求をしてそれを払ってもらえなかったということ になりますと大家さんがこれ持ち出していかなければいけなくなるわけです延滞賃料とその他諸々の現状回復費用で5万15万を退去した後賃借人に15万請求してでも15万返ってこないでも賃借人は退去しちゃった後ですから15万結局回収できなかった場合これは大家さんが損をしてしまうということになります そういったことのないようにあらかじめ差し入れられた資金でもってその15万を、えー、さっぴいた残りを賃借人に返すということにすることによってですね、えー、大家さんが確実にその延滞賃料や損害各種現状回復のためにかかった費用を確実に回収することが可能になるというシステムになっているんです。さあ、 担保という言葉がが出てきましたがこれは森山さんが担保についてお話をしていたと思いますのでまたそういったところもご覧になっていただきたいんですが担保というのは債権の回収を確実にする手段なんです,ですから今の話ですと賃貸人大家さんが賃借人に対してですね 取得した延滞賃料のお金だとかまたは各種現状回復に対して余計にかかった費用それを確実に回収するための手段として資金をををあらかじめ取っておくとといいう債権回収を確実にすする手段を担保と言いますですから敷金というのはまさに延滞賃料や賃借人に対して請求する各種ね、えー 現状回復のためにかかった費用それを確実に回収するための手段として機能していくというふうにお考えいただきたいと思いますでは賃借人はこの資金の余り一体いつ返してくれと請求できるんでしょうかこれが資金返還請求権の発生時期と呼ばれる問題なんです2番資金は賃貸借が終了し え、から賃借人に返還されるすなわち敷金返還請求権は賃借物を明け渡して初めて発生するものであり敷金返還義務と目的物明け渡し義務とは同時履行の関係に立たない何を言ってるかと言いますと今のお話でもあったように、えー、建物の使い方によって生じたですね各種、まあ、それを現状に戻すために余計にかかる費用というのをう。 資金からさっいいていくわけでとなりますと賃借人が明け渡した後建物の中に大家さんが入ってあここが壊れてるあここは壊されてる、ね、ここがあの割れてる、ね、ということが分かってそれを現状に戻すための費用の計算ができるわけですですから明け渡していかなければ敷金の残額計算というのはできないんです。 先ほどの十五万を二十万から十五万を引いて五万という残額計算ができるのは賃借人が建物から退去して大家さんが建物内に立ち入って初めて計算が可能ですからえ明け渡しが先で資金を返してくれという返還請求権の発生が後ということになります。よってですね賃借人としては資金返してくれるまで私建物明け渡しません資金返してくれるまで建物明け渡しませんとは言えないということになります。 明け渡しが先明け渡しが先の履行ですよとこれが資金返還義務と建物明け渡し義務とは同時履行の関係に立たない同時履行というのは、えー、明け渡して、えー、資金返してくれるまで明け渡しませんよとは言えないということだと思ってください資金の返還と目的物の明け渡しとは同時に履行するべき関係には立たない明け渡しが先なんだという,うね覚えておいてください では続いいいいいててて5番、鎮釈権のの譲渡、目的物の転退について見ていきたいと思います。まず1の意義賃借権の譲渡とは賃借人と譲り受け人との契約で賃借人の権利義務を全て譲り受け人に移転することを言いい賃借物の転退とは賃借、えー、物を第三者転借人に貸すことをいういわゆる賃借権の譲渡と転退ちょっとですね次の3ページをご覧になっていただきたいんです。 3ページをご覧になっていただいて A さんが大家さん B さんが賃借人だとしますでこの時 B さんが賃借権を譲渡していく賃借権を譲渡するというのは賃借人の地位資格を C さんに譲り渡すということですつまりこの建物に以後暮らすのは C さんとなるということなんです。 賃借権を C に譲渡するというのはこのお建物の賃借人としての地位資格を C さんに譲り渡すですからこの建物を以後借りていくのは C さんであると C さんとなるというのが賃借権の譲渡で賃借権の転退というのはいわゆるまたがしのことです A から B に賃貸借契約によって B が借りているで、B がさらに C さんにまたがしをする で C さんに天対をすると表現をしていくことになります。さあこの賃借権の譲渡、えー、マット、天対、実は大家さんの A さんの承諾がなければすることができないとされているんです。賃借人が変わるということは大家さんにとって、えー、自分の建物に暮らす人が変わるということですから、非常に大きな意味を持つんです。 ですので A の承諾同意なくして B が C に賃借権を譲渡したりまたは C にまたがししたりすることはこれは許されないということですでもし大家さんの承諾を得ず賃借人が第三者に賃借物を使用収益させると大家さん賃貸人は AB 間の賃貸借契約を解除することが認められています解除というのは契約を後からやめることです さあそれではこのように A さんの同意承諾なくして B が賃借権を C に譲渡して C さんを住まわせてしまったりまた B が C にまたがししてやはり C を住まわせてしまった場合に、えー、これを無断譲渡無断転退といい一体どういう効果が生じるのかを見ていきたいと思います。 B ささんんと C さんこれ無断譲渡ないしは無断転退も当事者間では有効に成立しただその効果を賃貸に A さんに対抗しえないだけであるいわゆる B ・ C 間の転退または無断譲渡無断転退これはあの契約としては有効ということなんですただその効果を A さんには対抗できません A さんに対して C さんに賃借権を譲渡しました C さんに転退しましたというのを A さんに主張を対抗することはできない。 A と B との関係ですこちら B は A の同意承諾を得ずに C に賃借権を譲渡または転貸したということで B は A を裏切っているわけで A は契約を解除することが認められているということです A が AB 間の賃貸借契約を解除する解除というのは契約を後からやめることです この解除権が A さんに発生するためには単に BC 間で無断譲渡契約が締結または無断転貸の契約が締結されただけではなく譲り受け人転借人が現実に使用することが必要つまり C さんが現実に引っ越してきて建物を使用開始することによって A さんの解除権が発生するということになるわけですなぜか契約が締結されただけではまだ賃貸人に不利益を及ぼしたとは言えず AB 間の信頼関係の破綻はまだないと考えられるからと やはり B だからこそ貸したというね AB の信頼関係それが C が現実に引っ越して使い始めることによって信頼関係が破綻するということと評価できるからなんですではその下の黒丸 B の無断転退、A、無断譲渡が A に対する配信行為とならない特段の事情がある場合には A の解除権は発生していきませんこのお無断譲渡無断転退が A に対する配信行為とならない特段の事情がある。 これどういう場合かと言いますと例えばエグザンプルの1借家に同居していた夫婦の一方から他方に借家の賃借権が譲渡された場合いわゆる B が今まで夫が借主だったのを妻に賃借権を譲渡する例えば夫が単身赴任に行くにあたって賃借権を妻に譲渡し妻が賃借人となる。 でも今まで夫婦は実は実同居していたという,ような場合ですもと夫婦は同居してただそれまで賃借権者は B さんだった借り主は B さんだったのが B がこの度単身赴任に行くにあたってじゃあ賃借権者は妻にしようということで賃借権を C に譲渡した。でも今までだって C さんは同居していたんだから実質的にこれによって A さんに特段不利益を与えるとはちょっと評価しづらい。こういったような場合に A が 賃借権の無断譲渡だと騒ぎ立てて AB を解除するというのはどうも大人げないというような場合ですよね次、イグザンプルの2天体が一時的なものである場合も配信性がありません例えば B さんが C さんにまたがしをしたんだけれどもまたがし期間が1ヶ月であるというような場合ですでこのような場合には確かにその間 C が住んでいて A の予測しない賃借人がこの建物を使用していることにはなりますがそれによって特段建物の 利用にに大きな変化が出るととはちょっっ考えにくいたたた1ヶ月でしたらね確かに無断転退をしてるけれどもそれは A に対する配信行為とならない特段の事情があるとして A は AB 間を解除することができないということなんです。さあそれでは3ページに A さんと C さんとの関係はどうでしょうか A ささんんと C さんですね ちょっと下映ってませんが読みます。A の解除が認められる場合には C は A に対抗することができず A は B との賃貸借契約を解除しなくても C に対して明け渡し請求をすることができる。いわゆる AB 間を解除して C さんに出て行け建物を明け渡せというもよし AB 間を解除しなくとも C に対して出て行け建物を明け渡せと請求することができるということです。なぜならば A の承諾がない限り C と A と C は A との関係で不法選挙者だからということになりますでは続きまして4ページに参りましょう今度は承諾譲渡ないしは承諾天体の効果ということになります賃借権の譲渡賃借権の天体について A さんの承諾がある場合の効果なんです AB 間の現賃貸借 B.C 間で賃借権を譲渡したり、またはまたがしにあたる転貸をする。さあ、承諾 A さんの承諾があった場合のお話です。まずは丸 1A と B との関係。A と B との関係。こちらあ譲渡の場合、賃貸借契約の当事者は以後 A.C となります。B はあ契約関係から離脱していくということです。 C さんがこの建物に暮らすこととなり B は賃貸借関係から離脱離れていくということなんですねでは BC が天体の場合通常天体の場合には AB の賃料よりも BC の転借料天体料とも言います転借料天体料は高めに設定されるのが普通です AB BC がが月月万万円、BC が月12万円といった具合ですですから C が B に12万払って B が A に10万払う やる B は中間マージン2万を受け取るというような形が多いということなんです。で、この承諾天体の場合、BC の契約によって AB 間の賃貸借関係は影響を受けず、A は B に対して賃貸人としての権利を行使でき、かつそれで足りると。BC の天体借契約を締結したからといって AB の賃貸借関係が何か影響を受けることはない。ですから、 A は B に対して賃貸人として賃料請求をしたりですね賃料を B が払わなければ賃貸借契約を解除したりすることが今まで通りできますよということですでは次 AC の関係を見ていきましょう A と C との関係実は A と C は直接契約をした中ではないんですが C さんは A に対して直接義務これ、えー、直接義務を負う 賃料の支払い義義務務または目的物返還義務などりえす A さんは C に直接賃料の支払い請求がだからできるってことですよ。でこの時 C が A に直接賃料を払うということになった時 BC が月12万 AB が月10万の場合に C さんは一体 A から請求されたらいくら賃料を払うのかという点に関してはこの時 C が A の請求に対して支払うべき賃料は AB 間の現賃料または BC 間の転借料のいずれか低い方であるつまりこの BC 間が月12万 AB 間が月10万だとすれば A から直接 C に請求があった場合 C さんは10万の限度で A さんに対して直接賃料支払い義務を負っていきますよと。で2万は B さんに後から支払っていくということになります。 ではこのように C は A に直接賃料支払い義務などを負うんですがあくまで C が負うのは義務のみであって、えー、A に対して権利は持たない C は A に対して例えば修補、えー、請求壊れた部分を直してくれというような修補請求をすることは認められません一方的に C が A に義務を負うだけで権利は取得しないということなんです。ではあ これが承諾譲渡ないしは承諾転退の効果だったわけです続いて5ページに参りましてて、えー、賃貸借の終了を見ていきましょうまずは期間の満了了による終了です賃貸借契約の存続期間は最長50年間これ先ほどご紹介しました最短は特に制限ありません そして管理能力管理権限はあるが処分の権限のないものこれ先ほどやった相続財産管理人などのです、ねえー、方のことです6 0二条の短期賃貸借の期間内でのみ単独で契約することが認められていますさあ続いて2目次の更新、えー。期間満了後も賃借人が賃借物の使用収益を継続する場合で賃貸人がこれを知りながら異議を述べない場合全賃貸借と同一の条件で更新したものと推定される。 いわゆる目次の更新だから更新しますよとも何とも言わなくても自動的に更新となる、えー、期間満了後も賃借人が賃借物の使用収益を継続し賃貸人がこれを知りながら意義を述べない全、えー、賃貸借と同一の条件で更新したものと推定されていく更新しますとか言わなくても更新扱いになるということですさあ2番期間の定めのない場合の解約申し入れこれは賃貸借期間が定められていなかった場合の話です 各当事者はいつでも解約申し入れをすることができ、この場合、解約申し入れの日からそれぞれ次の期間を経過することによって賃貸借は終了していきます。えー、期間の定めのない賃貸借契約の時、えー、解約したくなった両当事者、ですから賃貸人の方からでも賃借人の方からでもできます、ねえー。解約したいんですけど、と申し入れをしてから土地であれば1年間、建物であれば3ヶ月間、 不動産などに関しては1日の期間が経過すれば賃貸借は終了するということになりますさあそれではこれが賃貸借契約の終了のお話ですでは続きまして6ページのところでこの賃貸借契約民法で定められた賃貸借契約を民法の特別法にあたります借地借家法が修正しているんですね でこの借地借家法というのは民法の特別法でしてえちょっとですね9ページをご覧になっていただきたいんです。9ページをご覧になっていただくと,借地釈迦法の意義というものが載っておりますのでちょっとこちらでご紹介をしていきましょう。民法に規定される賃貸借の制度は貸主借り主は平等ということを前提としたあ制度設計になっています。 ところが借地借家法で、えー、規定されているのは、えー、これはあの土地の賃貸借と建物の賃貸借今は土地の賃貸借契約を借地契約建物の賃貸借契約を借家契約と呼ぶと思っていただいていいです。正確にはあの若干 こここの説明ででではは不十分なんすすがここではそうさせていただきます土地の賃貸借契約を借地契約建物の賃貸借契約を借家契約と呼ぶとしましょうでこの借地契約と借家契約について規定するのが借地借家法なんですがどういった趣旨でこの法律が作られたかというと実は弱者保護ののたための観点でで作られた法律なんです弱者というのは土地建物を持たざる者という意味です。 いわゆる経済的弱者といいう意味ですねいわゆる土地建物を持つ地主公家、えー、これは持てるものであるとそれに対して、えー、自分で土地や建物を持たず他人から借りざるを得ない、えー、借地人借家人は持たざるものであるでいわゆる経済的弱者であるこの持たざる者を保護するという要請でもって、えー、民法を修正したのが借地借家法なんです。ですから民法はあ 貸主借主平等という理念のもとに成り立っている,いるんですが、えー、借地借家法はとにかく、えー、借主にあたる借地人借家人を保護し、えー、その結果地主や大家を保護しなくなっても仕方がないという発想があるということその発想をぜひ、えー、まずは持ってみてみくださ,いさあそれではこの借地借家法による修正というものを今からご紹介していきましょう。えー、もう一度 先ほどのページにあたります6ページにお進みくださいさあ6ページに戻っていただきまして借地借家法のによる修正、えー、まず一部借地関係これは土地の賃貸借契約というふうに考えてみていただいて結構ですまず借地権の存続期間は特約がない限り最低30年ということになります でこれはあの最長50年だった民法の賃借権と違いまして、えー、最短30年で最長はこちらのお制限ありません永久100年とか永久でも構わない30年以上ということなんですね。ですからここを見てもおいわゆる民法では最短の制限がなかったにもかかわらず借地借家法による借地権 借地釈家法による、えー、土地の賃貸借ですと最短30年30年以上とされることから土地の賃借人まあ、これ借地人というわけですが土地の賃借人借地人がより長く土地を使うことができるという形で借地人が保護されているということなんですで更新も認められます更新期間は1回目が20年で2回目以降が10年とされています続いて括弧に借地権の対抗要件 でこれはですねあの土地の賃借人である借地人が土地を借りているということを第三者に主張対抗するために、えー、民法では土地に賃借権の登記をしていく土地に賃借権の登記をするということが土地を借りていることを第三者に主張を対抗するための要件とされているんです。土地に賃借権の登記をすると民法は定めているんですね。 ところが、土地に賃借権の登記をするためには、地主さんの協力が必要なんです。賃貸人である地主さんの協力が必要。でも実際に、この土地に、えー、賃借権の登記をすること、賃貸人である地主さんは、まず認めてくれません。そこで、民法上の賃借権の対抗要件では不十分であると。そこで借地借家法は、より簡単に借地人、えー 借主さんですね、えー、土地の借り主さんである借地人にその借りているという,う賃借権の対抗要件をもっと簡単に認めてあげようということで借りた土地の上に借りた借地人 A さんが自分で建てた建物自分で建てた建物について A さんがあその登記をすれば。 土地の借地権の対抗要件になるで、建物というのはこれ A さんが建てた借地に A さんが建てたんですよ A さんが建てた建物について A が建てた建物の登記は A が一人で登記することができますで、A さんが借りている土地の上に自分で建てた建物その建物について自分の登記をすればそれが土地の借地権の対抗要件となる ちょっと対抗要件については民法の勉強をしてない方には少し難しいかもしれません。いわゆる A が河野土地を借りているということを第三者に主張を対抗するための要件なんです。私が河野土地を借りてんだぞということを第三者に主張を対抗するために必要な要件。民法ではそれが土地について借りている旨の登記をしなさい。それも河さんと協力して。 と言ってるのに対しでも江さん実際には土地に賃借権の登記借地権の登記をするのを江さんをまず協力してくれないので民法では A さんににととって非常につらいとそこで借地借家法10条で A が借りてる土地上に自己名義の建物を建てて自分の名義で登記をすれば そのの建物登記は A が一人でできますからその建物登記でもって、えー、公の土地を借りてるということを第三者に主張対抗することができるだより簡単に A があ借地権の対抗要件を手に入れることができるということなんです。さあそしてもう一つ「括弧建物買取請求権」という権利を A さんに認めていきます。 建物買取請求権例えばねこの江さんの土地を借りている A さん A さんが土地の賃借権者いわゆる借地権者です借地権者 A さんが借地期間が終了してこの土地を江さんに返すにあたって自分が建てた建物が残っている場合自分がが建建ててた建物が残っている場合借地期間が終了して土地を江さんに返すにあたって A は江に対してこの建物じかで買い取ってください。 この建物自家で買い取ってくれという請求をすることができるんです。A がコウに対して言うんですよ。自分が建てた建物ねこれをコウさん自家で買い取ってください。この A からコへの請求を建物買取請求権と言います。でこの時コウさんはいやそんな古い家いらないよなんて言って断ることはできないんです。やる A がコウに対して建物買取請求権を行使すると。 嫌ががろうがね、えー、あのそんなの望まなかろうがもう A 交換で自動的に建物の売買契約が成立して公は嫌でも時価を A に払わなければいけない。となるとこれは A にとって非常に有利なことであり、えー、公さんとしてみれば非常に厄介なことなんですね。 だってさんは欲しくもないい建物を自家で買い取らせらせれる A さんとしては自分が投じたお金の回収ができる非常に A に有利な制度であり地主にとっては厄介な頭の痛い制度だということになります。では続きまして7ページ見ていきましょう。この借地借家法確かに地主さんにとって非常に頭の痛い規定が多いんですけれどもただそこはですね、えー 地主さんにも一定の配慮をしようとする向きはあります。それがですね借地権の中では定期借地権事業用借地権と呼ばれるですね特殊な借地権を認める形で実現されています。大ささんん地主さんにも一定定の配慮をするという規定ですねで先ほど言いました通り大家さん大家さんじゃない地主さんだ地主さんにとって建物買取請求権というのは非常にあの。 頭の痛い問題なんですそして、えー、もう一つうー法定更新制度っていうです、ね、制度というのが実はありまして通常のお借地契約ですとここここですここ更新正当なな理由がいわゆる法定更新制度なんて呼ばれるんですけども正当な理由がない限り貸主は契約の更新を拒絶できないだから地主さんにとっては非常に頭が痛いんです。 でこの正当な理由というのがまた認められにくくて正当な理由が弱いとなんと立ち抜き料という形で正当な理由を補っていかなきゃいけない地主が立ち抜き料を払うんですよでもお金払って出てってもらうというようなことが必要になってくるんですよってこの地主さんにとって一番頭が痛いのが今言った建物買取請求と法定更新制度なんですでもその地主さんにとっても一定の配慮をするような規定を借地借家法は、えー 盛り込んでいますそれが定期借地権と事業用借地権という2つの制度なんですね弱者保護のための規定とは言っても地主さんに一定の配慮をする規定というのは一応あるんだよということですさあまず定期借地権というのは、えー、この地主にとって頭の痛い建物買取請求権と法定更新制度を排除するという点に特徴があるんです 建物買い取り請求がなく法定更新制度がないこれ,これだけで,でも地主にとっては非常ににありがたいんです自主にとってこの2つが非常に頭が痛いですからね。だけれどもこの2つを一方的に、えー、排除してしまうとそもそも借地借家法が考える弱者保護のための法律という側面が薄,らいでしまい薄れてしまいますからそこはバランスを取ろう。そこで 普通借地権の場合には最低三十年だった存続期間を五十年に引き上げました。五十年ですから最低三十年のところ五十年に引き上げるという形でここで、えー、土地を持たざるものである借地人の保護の要請を果たしているんですで。その代わりに、えー、地主さんの負担をいく分軽くするために法定更新制度がなく、そして建物買取請求も認めないと、ね これれが定期借地権とと呼ばれる制度だと思ってみてみくださいさあそれに対して事業用定期借地権これはですね、えー、事業用定期借地権というのは10年以上30年未満10年以上30年未満または30年以上50年未満、えー、事業のために他人の土地を借りていくと他人の土地について借地権を取得する。工場用地とか、えー、またはあの 何かですね、えーまあ、工場用地が一番いいか工場用地のためにですね、えー、他人の土地を借りていく事業用に限りますでこの場合にはこの10年以上30年未満または30年以上50年未満のどちらかでもってやはり、えー、更新がなく建物買取請求を認めないという形の借地契約が認められているということなんです。まあ、事業用借地権についてはちょっとあの少し、えー 皆さんにとっても馴染みがないと思いますのでこの定期借地権のところでねその地主さんの負担をに配慮しつつだけれどもそれじゃあ借地借家法の制度趣旨が全うできないので最低期間を30年から50年に引き上げることでバランスを取ったそれが定期借地権の制度だよということを知っといていただければと思います。では8ページに参りまして続いて、えー、借家関係これは建物の賃貸借のことだとお考えください。 さあ建物の賃貸借である借家関係、えー、大家さんと棚子の関係ですねまず借地借家法はあ存続期間について、えー、制限を設けておりません最長期間についいて制限がないですから民法上の最長期間につきましては、えー、適用されないということです50年の規定は適用されない。はい、最短につきましては どうかというと最短についての規定もないんですただし一年未満の定めをした時一年未満の期間半年間のという、ね、定めをした時または法廷更新された場合には期間の定めのない賃貸借とみなされていきますさあこの場合建物賃貸人から解約を申し入れをするためには正当自由が必要とされ解約申し入れ後6ヶ月で賃貸借は終了するで、やはりですねこの正当自由というのが非常に厳しいんですね でこの正当自由え例えばあ大谷さんが自分で住むからなんていうものは正当自由として認められるというふうにされているんですがより高い賃料で借りてくれる人が見つかったからなんていうのは正当自由とはならないとされていますそうすると正当自由が弱いとされますとこれ解約申し入れが認められないので先ほど言った通り立ち退き料などを大谷さんが払って出てってもらうということになっていくわけなんです非常にこれは大谷さんにとって負担な規定だということです さあそれでは括弧にこの建物の賃貸借やはり建物の賃貸借の賃借権を持っているということを第三者に主張を対抗するためには民法上原則として建物について賃借権の登記が必要だということになります建物に賃借権の登記をするためには先ほどと同様大家さんの協力が必要不可欠なんです でも建物を借りた賃借人が大家さんにその登記協力してくださいと言って大家さんが協力してくれるとはまず思えないんですね。なかなか大家さんは建物の登記に協力することはないと考えた方がいい。そうなると建物のの賃借権登記はまずでできないんですじゃあ賃借権を持っているということを第三者に対抗できないんじゃないか。そこで借借借地家家法はより簡単に人 建物の賃借人ですね建物の賃借人、借家人に自分がこの建物を借りているということを第三者に主張対抗できる、えー、ための対抗要件もっと簡単に備えさせるように認めています。それがあ建物の引き渡しなんです具体的には鍵を受け取ったのであればこの建物を自分が借りているということを第三者に主張対抗することが認められるとお考えください。 それでは作買取請求権。これはね何かと言いますと建物の賃借人である借家人が、えー、建物にですねクーラーを施したような場合クーラーを設置したクーラーを設置したような場合これを造作というふうに呼んでいくんです。で建物の賃貸借期間が終了してこの建物を大家さんに返すにあたって実はあ 賃借人借家人は、えー、大家さんに対して私があ取り付けたクーラー自家で買い取ってください自家で買い取ってくださいと言って、えー、造作を自家で買い取るように請求することが認められていますでこれやはり先ほどの建物買い取り請求と同じで、えー、大家さんは断ることができないんですねですので、えー これが行使されれば、大家さんが嫌、えー、がろうが泣こうが、あめこうが、もう増作の売買契約は成立し、大家さんはいやでも代金を払っていかなければいけないということになっていきます。それでは、えー、続いて括弧4、借家契約の更新等で。期間満了の1年から6ヶ月前までの間に、え賃貸人は賃借人に更新拒絶の通知をしていかなければなりません。えー、更新して、 更新拒絶の通知をしなければこれ更新したものとみなされる自動更新になってしまうということなんですで、また更新拒絶については正当自由が必要となりますのでそれが弱ければ立ち抜けるようによる補完が必要になると大谷さんにとっては非常に厳しいということになるわけなんです では9ページで、えー、今見たところをまとめていきましょう9ページで、えー、通常の民法上の賃,貸借,賃借権と、えー、借地借家法上の賃借権との比較を最終的にまとめていきたいと思います。えー、民法法上上のの賃借借借借権権権と地地 はい民法上の賃借権先ほど言いました民法は貸主借主平等という理念のもとに成り立っているとでそれに対して、えー、借地人借家人保護に傾いている借地借家法による修正ということですではあ次に、えー、この期間最終的にまとめていきましょう民法上は最長50年最短規定なしところが借地権は最長規定なしで最短30年定期借地権は最短50年だったわけです 借家権最長規定なし最短規定なしただし1年未満の場合には期間の定めのないものとされていきますということは結局民法の最長50年というのが適用されるというのはえこれ、えー、具体的なまあ、動産の賃貸借などが一番、えー、代表例ということになっていきますでは次にここ更新と解約申し入れ で期間の定めがあるる。民法上ののの賃借権は目次の更新制度がが認めめられるで期間の定めがなければ先ほどやりました土地1年前建物3ヶ月前に解約申し入れが必要でところが借地権になりますと法定更新、えー、というものがあ,ありそして賃貸人から更新拒絶をする場合には地帯なき限り正当あの、賃貸人から更新拒絶をするには正当自由が必要になってくるこれはあ借家権でも同じだということです。 でえー、期間の定めがない、えー、土地の借地権は理論上ありませんのでこれはいいとしても建物については賃貸人からの場合には6ヶ月前、えー、賃借人からの場合には3ヶ月前そして正当自由が賃貸人からの場合には必要となるということです。 また賃借権があるということを第三者に主張を対抗するための対抗要件私が賃借人なんだってことを、ね、第三者に主張を対抗するための対抗要件としては民法では、えー、貸主と借主共同の上で行うその借りたものについての登記だと。ところが実際には貸主はこれに協力することがまずないでこれでは不十分だということで借地借家法ではそれにプラスして借地権借地上に自己名義の建物登記があれば良いとし。 借家権については建物の鍵の引き渡しを受ければ良いとしているということなんですでは、えー、今回、えー、このようにですね賃貸借について、えー、学習をしてみました少しあの賃借権についての基礎知識がないと難しかったかもしれません、えー、ですけれども実際の講義では、えー、もっと時間をかけてですね、えー、詳しくお話をしていくことになります 今日はその使用書士の実際の講義の一端をですねお見せできればと思いまして実際に使用書士試験の講座でもって使用しているテキストを抜粋して皆さんにご紹介しました。ちょっと難しかったかなと思うところもあったと思うんですけれどもこれをきっかけに興味をお持ちでしたらぜひ使用書士のですねことについて我々レック内視はいしは インターネットでレックのホーームページなどを見ていただいて、いいいいいたただだお問い合わせいただければと思います、えー。その中で、えー、皆さん方にいろいろ講座やあ、まあ、科目や司法書士験のことをご紹介できるかと思いますので興味をお持ちになられた方は、えー、全国のレック各本校ないしはレックのコールセンターまたはレックの司法書士のーホームページなどをご覧になっていただいて、えー、どうぞですねあの疑問点を解消していただきたいと思います。 それでは今日は1時間でわかる民法シリーズ賃貸借についてお話をしました私以外の講師についても別分野を担当しておりますどうぞこれを機会にこの1時間でわかる民法の動画をどうぞご覧になってみていただければと思いますそれでは皆さんご清聴どうもありがとうございました